非常にゆっくりなローリングです。最終コーナーから立ち上がってきます。スタートは切られるでしょうか。ジュニアマックスクラス予選ヒート今スタート。高口大輔スタートを切っていきました。三井祐介、浜田忠之介、カオツォは4番手に上がっています。3番手には水野とは、2番手にいますのはゼッケン7番の浜田忠之介。高口大輔がヘアピンを先頭でくぐり抜けていきます。高口、浜田虎之介、水野とはカオツォと来ています。三井祐介は順位を少し落としてしまいました。現在5番手の位置、5番手の位置の三井祐介、少し開けてからですね、ゼッケン27番のフォービアケントが6番手につけています。その後ろ、中田シュートですね、中田シュートもちょっと順位を落としてきています。トップ集団が5台少し離れて、大宮健人を先頭に中田シュート以降ずらりと続いていきます。じゃあここで中田シュートが前を行く大宮健人を捉えたかったんですけれども、6番手以降の争いがちょっと激しくなっています。トップ集団は5台、高口大輔を先頭に浜田虎之介、水野とはカオツォ、三井祐介が続いていきます。さあここで三井祐介がバックストレート、イン側入っていった、カオツォのイン側取っていきまして4番手に浮上。三井祐介4番手に順位を戻していきました。さあここで2番手争いも変わってきそうです。浜田忠之介の後ろから水野とはが必要に追い立てていきます。そして水野とは SG1 個目で前に出ていきまして2番手に浮上。トップは高口大輔、これで少し楽になりましたね。2番手争い、そして4番手争いが行われている間にトップ高口大輔が少し楽になりました。セクター2で最速をマークしています。高口大輔トップ、2番手が水野とはを先、水野とは3番手が浜田忠之介です。この2番手争い、そして4番手争いがこの後激しくなってくるのではないでしょうか。そして6番手争い、これは3ワイドで高靴棒に入っていきます。ちょっと跳ねていきました。中田シュート、一番イン側にいます中田シュートが7番手の位置からその集団、それ以降の集団を率いていくような状況に変わっています。ゼッケン26番をつけています。ビビットダニーが最後尾の位置からなんと順位を、見事なパッシングを繰り広げていきまして順位を上げてきています。ゼッケン26番、ビットダニーは現在9番手の位置まで上げてきています。ゼッケン27番の大宮健人は現在単独走行で6番手の位置。その後ろ7番手争いがですね、非常に激しくなっています。さあここで前をヘアピンの方に移してみましょう。浜田虎之介と水野とはのこの2番手争いも横並びのままタコツボに侵入していきました。イン側を取っていったのは水野とは、浜田虎之介です。前に出ていきましたのは浜田虎之介で、水野とはここは仕掛けていきます。さあその後ろからカオツォがまた順位を上げてきまして、この2番手争いに食い込んできました。三井祐介もその争いに参戦したく、後ろをしっかりと見据えて、ついてきています。トップ高口大輔快走です。2番手争い水野前、水野とは1コーナーでカオツォが仕掛けていきました。3ワイドに2コーナーから3コーナーで、これは狭いところです。カオツォうまくクリアしていきました。2番手に浮上、見事な追い上げを見せていきました。最終コーナーからですね、もっと前かもかもしれませんがスピードをかなり上げて1コーナー2コーナーにかけて順位を上げていきました。2番手に浮上です。カオツォが2番手に浮上し、その後ろ浜田虎之介、そして三井祐介がバックストレートで前を行く浜田虎之介を捉えたいが、ここは引いていきました。3番手争いが浜田虎之介と三井と水野とはの3人のバトルになっていきます。高口大輔、そしてカオツォ、カオツォは2番手に浮上し前を行く高口大輔を追いかけていきます。現在ファステストを取っていますのは7番手を走行しています間連です。7番手走行をしています間連が現在ファステストを取っています。前を行く大宮健人を捉えようかというこのヘアピンをクリアしてきたドライバーが間連、前を行く大宮健人をここタコツボで追い抜いていきました。間連6番手に浮上していきました。間連を先頭にしました集団が6番手争い、今 SG に差し掛かっていきます。
バトルがですね繰り広げられています。ヒビット姉さんが最後尾の位置から順位を上げていきまして、現在ホームストレートを駆け抜けようとしています。今ホームストレートを駆け抜けていったヒビット姉さんが現在9番で、どのようなバトルになってくるか。一番スピーバイドで激しくて3コーナーをクリアしていくのが中田修斗と、これは大宮健とのバトル。さあどうなってくるか。ヘアピンをクリアしていく4台のバトルです。さあこれはどうなる。タコツボでアウトに振られたドライバーもいますが、なんとかみんなちゃんとマシンをコントロールして、暴れるマシンをなんとかなんとか自分の元にしようとしています。先頭車両も気になりますけれども、その後ろの後続の車両もですねかなりのバトルを繰り広げています。ジュニアマックスクラス最終コーナーから立ち上がってきまして、残り周回は5周に変わりました。さあ7番手争いが激しくなっています。アセスを取っていました。アイダレンは単独走行で6番手を走行中、ただいま3コーナーをクリアしていきます。相変わらずバトルが激しいのは7番手争いで、イン側入っていきましたのはこのオレンジ色のヘルメットは木村真宏です。タコツボで7番手集団を率いる形に変わりまして、ここで中田修斗が入っていきますが、立ち上がりちょっと厳しいか。木村真宏後ろを確認した。そしてグググッと前に出てきましたのはゼッケン26番のヒビットダニーです。ヒビットダニー最後尾から出走だったんですけれども、ここで順位を一つ一つと上げてきております。トップの方に目を移してみましょう。ここで仕掛けていきたかったのは、2コーナーで仕掛けていきたかったのはですね、浜田虎之助の前に出ていきたかった水野とはです。しかしまだ順位は変わっていません。3番手争い、浜田虎之助を先頭にテールトゥーノーズで水野とは、その後ろから三井祐介、タコツボをクリアしていきます。3番手争いはまだ変わりません。間レインは6番手を単独走行、7番手単独に変わっていきましたのは、パッシングを見事に決めていきましたゼッケン26番のヒビットダニーです。その後ろがまた激しくなっているような、そんな状況になっていきます。残り周回は3周で、3番手争いも気になりますし、1番手9番手争いもですね気になるところ集団となっています。さあこれからヘアピンに差し掛かる3番手争いに目を移してみましょうか。ミスのトアも先頭に浜田虎之助、その後ろ三井祐介となっています。3番手争い、トップは高口大輔独走です。2番手にはコーツを、現在の走行タイムの方は高口大輔が2番手を行くカオツォよりも速いペースで走行していますので、このトップと2番手のとの間は縮まらないかなと予想されています。残り周回は2周に変わりました。トップ高口、2番手カオツォ、3番手は水野とは、浜田虎之助、三井祐介と、その順位はまだ変わっていません。三井祐介は現在5番手の位置ですが、前を行く浜田虎之助との間隔が前回より、先ほどの周回よりも間隔が空いているように見受けられます。タコツボを立ち上がってきます。3番手争い、アイダレン、そしてヒビットダニーはそれぞれ単独走行です。その後ろ木村真宏先頭に、フルチャンスが上がってきました。ゼッケン88番が木村真宏を先頭にして木村真宏を先頭にした8番手争いが4台の集団となっています。トップ戻ってきまして、ファイナルラップに突入しました。トップ高口、カオツオとのこの差が縮まってきました。カオツオがなんとここでですね、前を行く高口との差がほんま3秒ぐらいですね、スピードの差が出てきましたので、前を行く高口大輔との差がぐぐぐっと縮まってきました。ファイナルラップに突入しています。12周の予選ヒート、後ろを確認した。何か気配を感じたか。トップを行く高口大輔、11コーナー S 字をクリアしていきます。最終セクションでまとめていきます。高口大輔、後ろからはカオツォ、ここではもう捉えることはなさそうです。ジュニアマックスクラス予選ヒート12周のバトル制しましたのはゼッケン1番高口大輔、その後ろからカオツォ、そして水野とは浜
山田虎之助、三井祐介、相田蓮、ヒビットダニ、木村真紀、スーちゃん風、大宮健と中瀬小みなりとチェッカーを受けていきます。